はいえー、今回はですねキャンドゥのピンマイクを使って、えー、改造した動画を撮りたいと思います。えー、こちらのピンマイクなんですがスマートフォンとかでも使えるんですけれども実際 iPhone で使ったところかなり音量が小さかったのでねそれでねあの分解してどうせだったらあの一から作ってみ、えー、改造してね使いやすいようにしてみようというコンタでやってみた動画になります。 はいえー、ウィンドウスクリーン、あのー、スポンジを、ね、取るとこんな感じですね、はい。さらに分解するとこんな感じです。意外に分解は簡単にできます。で改造後の回路図はこんな感じです。CTIA 規格のプラグインパワー方式なので、まあ、4極端子の、ね、スマートフォンから電圧供給するタイプの回路図になります。 一般的な方式の、あのー、設計だとは思いますけどもね、えー、抵抗値 2.2kΩ はあの1 k ロから 9kΩ ぐらいまで結構幅広く変えることができますで。抵抗値が小さいほど音量が大きくなりますので、あのそこら辺はお好みで、ね、調整してみてください。はい で、えー、キャンドゥのピンマイクは、プラスマイナスとちゃんと書いてありますのでね、このように、えー、ハンだ付けして、さらに、えー、このようにシールド、銅箔で、ね、シールドしました。こんな感じ。で、抵抗は、えー、4極側にね、うまく埋め込みました。です。今ですね、 話してる、えー、マイクは WM61A 相当品の ECM なのであのこれからですね今この動画で紹介したあの改造した、えー、キャンドゥのピンマイクに切り替えますのでぜひあの音質の、ね、違いとかをお楽しみください。はい。 えー、改造後のピンマイクキャンドゥのピンマイクから一周、えー、音しております。いかがでしょうかかなりいい音質は変わったでしょうかね先ほどのマイクの方が、えー、高音がきらびやかだったのでこちらの方が落ち着いた音になっていると思います。まあ、よく言えば 落ち着いた音なんですが、うん、悪く言えばこもった音とも言えますけれどもまあ、ECM のね好みっていうのはマイクの音質の好みはまあ人それぞれですからねあと自分に合った、えーね、声質とそのマイクの相性っていうのもありますから何とも言えないんですけれどもまあ、一応ねキャンドゥ o の、えー、改造後の音質の、えー、はこんな感じということでご参考いただければと思います。 はいで音量の方は多少ね多少というかかなりアップはしたんですが先ほどのマイクがね感度良すぎるのか、えー、それでもまだあのー、動画にするとあの音量音質音量調整ですかバランスをね合わせなきゃならないのでこっちのマイクの方がね若干ね、えー、音,質音量はまだ小さめなので、えー、動画にするときは音量をアップして。えー 公開してまますすのでそこだだけけねご了承いいただければと思いますはい、ということで、えー、今後もね、また、あの、電子工作、いろんな動画ね、やっていきたいと思いますので、よろしければ、あの、チャンネル登録、えー、あの、高評価もね、よろしくお願いいたします。では、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。